どうも皆さんこんにちは。こんにちは。さあこまっちゃん、はい、今日は新しい2プラトンですよね。2プラント、それ M2 プラントじゃない初めての試みですよ、はい、ね、はい、こう浅見がおらんでも、はい、2人でやっていけるとこ見せましょう見せましょう、今日も新しいマイクもテストも兼ねてということで、はい、やっていきたいなと思って、もう声張っていきましょう。イエイイエイ。今日はどんな、ネタを持ってきてくれたんですか？今日はですね、はいはい、紳士なら気をつけたい、見落としがちなスーツスタイルのデリカシーということで、はい、スーツスタイルのデリカシーについて今日はお話ししていこうと思います。はい、デリカシー。デリカシー。デリカシーって何？見落としがちなデリカシーって何あるの？デリカシーがないとか言うけど、うん、デリカシーね。はい。まず一つ目。まず一つ目。よく見られるのが、ネクタイがゆるゆる。ゆるゆる。これ結び目の、あ、強調してないわ。結び目のとこな。シャツの襟とネクタイの結び目のこの隙間。うん。逆にちょっと外して、ちょっとなんかこうワイルド風に出すときは、それに憧れるときもあるやろ。もうきちっとしときたい。欲しい。そうですね。気になりますね。やっぱり。きちっとしといてほしい。はい。空間になんかもうどっちかで粘土を埋めたいな。年度まではいかないですけど、割とこういうゆるってなってるのは気になります。すごくあ、そうなんや。やっぱりスーツの時はやっぱりかっちりしておってほしいですね。あ、でもさっきまで俺姪っ子でおってんけど17歳だけどな、将来どんな男の人がいいって言うたらスーツが似合う男の人って言うとったな。その中のやっぱ条件でやっぱきちっとしておいてほしいと思いますね。無理やりクールビズで温度何度下げるでもうこうやりはるけども、ほんま夏場でもネクタイしといてほしいよね。まあそうですね。うんうん。まあその人にもよるんやろうけどな。言うたらこう見かけると思います。これ文章そうです。ああ書いてありました。お前書いてる通りに読んでるだけ。本音はどっちやねん。本音は。いやでも本音そう思います。あ、同じなの。言うたらはい、思います。この文章は誰か、あ、直道が作ってるやん。そうですね。もうこれもなしや。俺が言うわ。あかんかん、もうなしなし。もうこんなん出したらもう動画おもろないから僕が書いてあめなさい。第2ね、シャツが透けて乳首が映ってるってどういう意味やねんこれ。肌着を着ない人。あ、そんな人おる時々。乳首が映ってんのはやっぱり嫌ですね。女性目線からしたらすっごく嫌です。でも相手のこと分かるで。相手の乳首がどんな感じかとか、色合いとか言うたら質感分かりません言うて。女は男の興味にないかもしれないな。ないですよ。ああそうなんや。特にこれから暑い時期ワイシャツ1枚になることも多いので要注意。注意してほしいということですね。やっぱりあれランニングシャツかなんか着た方がええねやろな。もちろん清潔感が出ますよね。せっかくのスーツスタイルなのに乳首が映ったらもったいないで、デリカシーないであんたっていうことやねんなこれ。なるほど。やっぱりちゃんと打ち合わせして動画撮らなあかんな。3番目、靴がドロドロ。あ、いい俺やね。スーツがいくら格好よく決まっていても靴が汚れていると、これは思うわ。俺九州行く前にあれ500円か600円ぐらいで靴磨きしてくれるとこあんねん。あそこで一回やってみ。ほんまちょっとテッカテカになるから。うん、ほんとテッカテカになったら心も気分もちょっと大きいなった感じなんねん。だから俺は九州行く時はピカピカにして、で九州の舗装されてない駐車場に歩いて真っ白になって帰ってくる。舗装されてなかったよな。舗装されてないですね。せっかくのスーツがかっこよくても靴がドロドロやったら、あんたデリカシーないよということですわ。スニーカー問わず気をつけたいポイントですっていうことですよ。はい。4番目、匂いが気になるって。そうはまあな、暑い時期はこれからの季節は特にですよね。ああ、最終は人それぞれですがエチケットして気をつけたいところってこれ分からんもんな。だから俺自分のなんか匂い測る機械買おうかな会社で。そんなある？そう。会社の出入り口にちょっとくっつけとくねん言うたら誰が臭いっていう。そうじゃあもうブーッと入られへんだって分からへんもんこんなん自分で。まずだから人に言われる前に自分で気づきましょうと、ね、匂いチェックの機械を買いましょうということですよね言うたら。制汗シートなんか持ってる？持ってます。あ、夏は特に使えますね。制汗シートここのことじゃん。こうやったらええんじゃんこうやって。違いますやっぱ。小学校の時はこれ。違いますって。ミント味のなんか食うやつあるやんかあれ。はい。ね、何ていうのあれ。ミンティアとか、ああいうの持ってる貼る人おるけど、俺一切持ってないね。あれ一回ちょっとみんなの真似したろう思ってミンティア買うやんか言ったら、で1週間か2週間か下手したら半年ぐらい忘れてカバンの奥にしまってて、ちょっと色が変わってくる。やだ。だからあれ癖づけなあかんやんね言うたら。だからそういうのができひんから俺は持ってないねんけど。持ってんの？持ってますよ。それはなんでなん？接客してたらこういうエチケット面噛むようにしてますね。あ、そうなの。はい。ほなニンニクとかも食べへんの？そんな休日にしか食べないです。気をつけてます。あ、そうなんや。みんな偉いな言うたら。俺そんな一切持てへんわ。ほらみんな結構持ち物でいっぱいやねんな。そうですね。割と女性は特に多いよな言うたら。いかがでしょう。自分では意外と気づいてない。もう終わってるんだよ。ここは気をつけてください。この4つはスーツ着るときには、チェックしてくださいよということですね。僕はねこの4つとも全部気にしたことがないのでこれから家の前にね、はい、家に貼って、はい、これ見てチェックシートつけて、はい、トイレと一緒やでから、いつ清掃しましたみたいなやつがあるやん。あれと一緒でこうチェックして俺出ていくようにするわ。こういうのがみんな気にするとよりかっこよくなりますよという形で、はい、もうこれでもう朝見おらんでもばっちりやな。俺いけますね。いける、意外といける。いけました。でまたこれ九州から動画見てコンピューター室から、たまにはちゃんと小町さんを喋らせてください。もう本部長あんまり喋りすぎですよって言われるけど、でももう完璧やな。そうです。ということで、デリカシーのないの俺か、見落としがちなスーツスタイルのデリカシーについて動画を上げてみました。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。